久保さん、今回相田つをいきましょうか昨日までの自分を否定し今日の自分に生きる今日新たに生まれ変わるといや僕もねあの思いますよ思います <laughs> 昔あんな人生送ってたのに今こんな人生送ってるって天と地の差というか まあ僕はね、引きこもりニート時代もありましたんで、それを考えるとく、なかなか人生において引きこもりってあんまなくないですか。まあね、一部の人はいるんだけども、その僕は一部の人になりましたんで、実家、実家の6畳の部屋で、カーテン閉め切って、ゲームずっとしてて、そう。 親父に切れられて「もうそろそろ仕事しろ!」みたいなねで実家に行き場が実家に居づらくなって逃げるように夜パチンコ店に入店してそっからがまたパチンコの人生まあパチンコでは僕はスロットですけどスロットの人生が始まって <laughs> もう毎日スロット打ってましたね まあ大学生の時は一回も僕まあ大学の時みんなスロット行ってたんですけど僕は全然行ってなかったんですけどで友達がスロットで借金したりとかして説教しててギャンブルなんてやるもんじゃないとまあ貧乏だったし、まあ、そもそもまあそういうのに手を出すっていうのはあんな考えられなかったんですけどね大学生の時 <laughs> 友達に説教してた自分が引きこもりニートになって今度毎日パチ,あのパチ屋にね通うようになって並んででスロットで100万まで貯めて100万貯めたと思ったら <laughs> 100万すぐ消えて1 <laughs> 回すあのパチパチプス,スロプロになろうかなと思った時代もありましたからね100万円の札100万円を 1>, 1万円札を10個ずつこう折って並べてこう眺めてついに来たかと100万と <laughs> これで飯食っていけんじゃないかみたいな <laughs> まあそんな時代もあって今こんな生活してますからねだからその北海道 BM でオープンカーでね Z4 でこう回ってる時も これな俺、が人生ってなんかすげえな、みたいな。こんなことあんだな、みたいなね。<laughs> 何やってんだろうな、みたいなね。うん。だから本当にね、人生ってのは変えられるんで、まあ僕はその、まあ僕自身もその変えてきたし、お客さんも変えてる人いるんで、だから僕はまあ変えられると思うんですよね。うーん。だから結局その、うん。 昔こうだったから今もこうではなく昔を否定するというかまあ相光雄さんの言葉じゃないですけど否定しなくても別に変えられるんで <laughs>、うん、こう逆に言うと受け入れてるんで僕は否定というか昔を昔を受け入れて今を生きるというか <laughs> うん 否定は僕はまあすみません相田光夫さんの言葉を否定するわけじゃないですけど否定してるか分かんないですけど昨日までの自分を受け入れて、うん、受け入れた上でじゃあ今日何するっていううんそう過去の自分も自分ですからそううんまあ結局その変えられるっていうことは 変わらないんですよね、うん、今日会社に行くのか行かないのか昨日会社に行ったけど今日会社に行かないっていうね昨日会社に行ったから今日も会社に行く別にそれはサボってもいいし <laughs> まあサボっても大丈夫ですよ、まあ、大丈夫っていうとね受け取り方次第ではちょっと変な風に聞こえるかもしれないですけど要は自分の決断なんでうんそう僕がねそう あの会社を前職をこうあの,な,あのなんだ辞める時にいろいろ考えたのがあってそれは俺が辞めたら大丈夫かなっていうかそういうのも一理あった部分はあったんですよねただ辞めるあたりになってだいぶその会社が僕がいなくてもなんかもう大丈夫な感じになってた部分もあるんですよ他の部署 他のグループ会社が結構売り上げボリュームバンバン上がってきたりとかしてて別に僕が僕のグループ会社が売り上げ上げなくてもまあ他のグループ会社がすげえボリュームあ上がってきてねうーんだ俺がいなくてもいいもういいんじゃないかなっていう部分も出てきたっていうのもありますよねうんまあ何ですかねなんかうんまああとはそう結果的にまあやめて まあちょっともう分かんないですけどなんだ仮にその自分がいなきゃって思ってたけども逆を言うと自分がいなくなって潰れるような会社はそれまでの会社って話ですよねたった一人が抜けて潰れるような会社であるならばその程度の会社であるっていう捉え方もできるだろうしうんまあ変えられますよ ただ、変えるためには今日何をやるかですね。それに尽きると思います。今日何やったかと。変えるためにはね。昨日と同じことやってるんだったら、それは変わることは難しいですよね。うん。だから、昨日も麻雀店やってて、今日も麻雀店やってたら、まあ、麻雀店やりながら何かやってるんだったらね、それはあの新しい道はでき始めるんだけども、昨日も麻雀店やって、今日も麻雀店しかやってません。 それで変えるの、変えることは大きく道を変えるというのは難しいかなと思いますね。うん、はい、いっってらっしゃい